化粧沼レジャーランドは、かつて宮城県古川市で運営されていた遊園地。旧名、化粧沼保養ランド。閉鎖後は、跡地の改定がつかず廃墟化している。化粧沼の東側にある。1975年撮影の国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。この写真の4年後、化粧沼の東側に化粧沼保養ランドとして開園した。第二次世界大戦中の仙台空襲で焼け野原となった同県仙台市の惨状を少年時代に見た地元の不動産会社経営者が故郷を活気づけようと田んぼ等を手に用して数十億円かけて整備し、1979年に化粧沼保養ランドとして開園した。最盛期には年間20万人ほどの来園者がいて、大崎地方では人気の遊園地となり、野外ステージではロックバンドゴダイゴによるコンサートも行われた。バブル崩壊によるレジャー不振によって来園者が激減し、2001年10月に休園。休園後の2003年に温泉掘削に成功したが、温泉宿泊施設として再開することなく未利用のままとなっている。元運営者の化粧沼を一大観光地にという夢を受け継いでくれる人が現れるまで撤去しないという方針により、遊具や温泉、土地などを分割売却せず元運営者が所有し続けている。実質的に廃墟状態であるが、かつての従業員が定期的に園内の清掃等を実施しており、閉館時のまま保存されている化粧沼お姫館や宿泊施設などは機械警備等で維持管理されている。許可を得て映画やミュージックビデオのロケーション撮影に用いられたり、コスプレイベントの会場として利用されたりしていた。2011年1月、NHKBS 熱中スタジアム及び熱中人において、廃墟熱中人、香取茂雄さんが放送され、2015年1月30日にも NHKBS プレミアム、新日本風土記で取り上げられ、国内だけでなく英国タブロイド紙、デイリーメールをはじめ海外でも紹介されるようになり、廃墟マニアの聖地とも呼ばれ、見学ツアーも再興されるようになった。2016年9月、香取がツイッター上で元運営者に頼まれて、当園の売却先を公募していることがわかると、様々なマスメディアで取り上げられ、話題になった。化粧沼にはその名前の由来に関わる様々な伝説があるが、廃墟となった当園は心霊スポットともみなされ、日本のテレビやオーストラリアのマスメディアも取材に訪れている。しかし、香取によれば、当園は心霊スポットではなく、地元でも心霊の話は全くされていない場所であり、元運営者はテレビ局による事実無根の心霊スポット扱いに迷惑していると話している。2015年8月時点の園内の用水入り口は、宮城県道266号、化粧沼公園線沿いにある。化粧沼の湖州道路の大崎市道化粧沼東線から園内を見ることができる。ありがとうございます。